回マジで下腹が燃えるメニューになっとるけ、一緒に頑張ってみよう。30秒7種目、4分あったら終わるけん、毎日1回やってみて、劇的に変わってくるけん、レッツゴー。カエル足にした状態で足をゆっくり動かしていきましょう。下腹のお腹を引き締めていくイメージで足を動かしてください。もし股関節痛い人はちょっと足を狭くすると楽にできます。オッケー。今度はお尻を上げて交互に足を動かします。お腹をへこませながら足を抱えてください。足を丸めながら足を抱える感じです。OK。 今度は足を伸ばしながら回していきます。同じ方向、股関節が鳴るな。下腹めちゃくちゃ効いてくるけどね、頑張ろう。 OK。 次は反対回しいきましょう。あと半分で終わり。OK。 今度は体を起こしながら膝を曲げます。あと少しで終わりますよ。今度は膝を曲げたまま起きたら手を振っていきます。頑張って。さあラスト、膝を抱えたら転がっていきましょう。ラスト頑張って。できる人は手を離して動かしてみて、こういう感じ。OK。 毎日続けたらマジで腹引っ込むけん、やってみて。やった人コメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。
登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。